追跡取材班が向かったのは岐阜県高山市。北アルプスの麓に位置する奥飛騨温泉郷。雪深い湯の里の新たな名産品はなんとドラゴンフルーツ。散々日本全国の人に言われました。そんなとこでできるはずがないと。他にも熱帯地域が原産のカカオやバナナ、さらにうなぎ出てきました。うなぎですね。うなぎや高級食材のキャビアまで。これらを実現させたのが世界第3位のポテンシャルを持つ日本の地熱資源。ここ奥飛騨温泉郷では温泉を利用した地熱発電所が続々と。これからの若い人は絶対希望があると思うんです、はい、今回普段は立ち入ることができない地熱開発の最前線、掘削現場を取材。いずれは日本のサウジアラビアにしたいわけよ。客が激減し疲弊していた温泉街を救った地熱発電。地下に眠る豊富なエネルギーを使った驚きの取り組みを追跡しました。豪雪地帯として知られる奥飛騨温泉郷。3月に入っているんですが、この辺りやはりかなり雪深いところですね。しっかりと雪が残っています。この日向かったのは奥飛騨温泉郷の一つ、中尾温泉。こちらの宿の自慢は雄大な北アルプスを眺めながら入れる絶景の露天風呂。立派なお風呂ですね。いい湯加減ですね。あったかい。今ちょっとこうブルーがかっとるんですけども、はい、これが温泉の成分で、このシリカという美肌、女性が喜ぶ。最盛期の1992年、ここ奥飛騨温泉郷には年間およそ114万人もの人が訪れていましたが、バブル崩壊を機に減少傾向が続き、コロナ禍前の2019年にはおよそ半数に。そこで問題になったのが温泉の維持管理費の負担。この地区では共同で8本の温泉井戸を持ち、その維持管理にかかる費用は年間およそ1000万円に上っていたといいます。お客さん減っても温泉だけはちゃんとした確保しないと。そんな中、内野さんが中心となり取り組んできたのが、温泉井戸の一部を使った地熱発電。この蒸気が出ているシューって音が鳴り響いています。これが井戸ですね、はい、これが地下へつながって。そうですね、地下から噴出してきている熱水がですね、はい、ちょうど今温度で145度ぐらいありますね。地熱発電とは、火山の下にあるマグマの熱によって高温になった蒸気でタービンを回し発電する方法。この中見られるでしょうかね、はい、ぜひ。これがタービンだということです。この発電所の心臓部ですね。井戸から噴出した蒸気でこの巨大なタービンを1分間に6000回転させて発電しています。実は日本の地熱資源量は世界3位ながら、実際に利用されているのはわずか 3% 弱。その理由の一つとして、温泉資源が枯渇するのではという不安などから、地元から反対されるケースもあるといいます。しかしここでは共存共栄を実現。発電に使われなかった熱水はこの場所に集められて、こちらの黒いホースで地元の温泉街へと供給されています。もともと温泉で利用していた井戸の代わりに、発電事業者が新たに井戸を掘り、発電に使用しない温泉水をすべて中尾温泉に提供。井戸掃除したとか、そういうお金を出さんならないんですが、こっちが出してくれたということじゃないですか、うん、これ一番わしらありがたいことなんですよ。温泉組合は新たな井戸から豊富な温泉水を安定的に提供されることで、温泉井戸の維持管理費を
大幅に削減。一方、発電事業者は十分な蒸気を確保することでおよそ4000世帯分の発電が可能に。まさにウィンウィンの関係。温泉への影響は発電事業者が常にモニタリングして管理しています。僕もよかったし、これからの若い人たちというのはものすごい楽しみだと思います、はい、中尾温泉での取り組みをきっかけに奥飛騨温泉郷では次々と地熱発電に挑戦。こちらの高田温泉でも地熱発電を始めました。この地熱発電所は地元の温泉組合と建設会社が共同で開発。今では主に組合が管理運営を行っていて、地元の雇用にもつながり、売電収入の中から年間およそ200万円が入るように。ちっちゃい組合ですので、もうものすごい大きいお金です。夢が皆さん持てるようになったと。一方、別の地区では豊富な温泉水を使ってこんな試みも。こちらの農業ハウスの中である特別なものを作っているということなんです。うわ、中めちゃくちゃあったかいですね。すごい湿気です。こちらがハウスの持ち主、重野亮太さん。作っているのは、こちらバナナの方になりますね。これはバナナの木ですね、これね。そうです。これからの実が大きくなって食べれるようになっていきますね、ええ、一般的なバナナと比べて大きさが半分ほどの島バナナ。栽培が難しく、なかなか流通に乗らないため、高級フルーツとして扱われています。他にもインド原産のカレーリーフや熱帯地域原産のカカオなども育てています。ここから温泉が65度から70度くらいの温泉ですね。これ温泉のお湯なんですか？温泉の湯です。源泉のかけ流しですね。温泉水をパイプに流し、その湯気で気温25度、湿度 90% の高温多湿の環境を維持。通常の設備では燃料費が月100万円ほどかかるところ、温泉水を利用することでなんと30分の1に抑えられるといいます。さらに温泉水を使ってこちらで栽培されていたのは、中南米原産のドラゴンフルーツ。散々日本全国の人に言われました。何て言われたんですか？そんなとこでできるはずがないと。ましてや温泉を利用してなんて、そんな施設聞いたことがないと。はい。雪国で育ったドラゴンフルーツの味は、うん、ほんのり甘くて酸っぱさほとんど感じません。でもすごく爽やか。温泉資源の恩恵は一般家庭にも。温泉ごたつです。温泉ごたつ、はい、奥飛騨温泉郷では温泉熱を家の暖房器具や床暖房に利用しています。やっぱりね、今電気代がちょっと上がったからね、はい、あれっていうようなね、お値段になってるから、はい、これだけでも助かりますしね。助かる、はい。続いて追跡取材班が向かったのは、今まさに建設が進む地熱発電所の掘削現場。ご覧のようにですね、この奥では、蒸気が黙々と上がっています。普段は立ち入り禁止の掘削作業の最前線へ。この中央部分で、このボーリングが行われてますね。ぐるぐると掘削機が回っています。現在の深さは1400メートル。計画では深さ2000メートルまで掘り進め、発電規模は5000キロワットになる予定。我々の想定では1万1000世帯分の、発電量が、まあ、見込めると。この発電所の建設を誘致したのが石田誠一さん、70歳。お金も人もみんな出てたんです。それをなぜ出てたかというと、奥飛騨に魅力がないから。やっぱこういうもので魅力ができたら、お金もすごく入ってきます。私はそう思います。実は石田さんは
現場のすぐ隣にあるホテルの経営者。客室85室。庭園露天風呂や洞窟風呂など湯巡りが楽しめる温泉宿です。そんな石田さんは温泉水を利用してある挑戦をしているといいます。はい、じゃあついていきます、はい、よろしくお願いします、はい、その建物の中には巨大な水槽が。覗いてみると、あ、うなぎ出てきました。うなぎですね。あ、顔出してる。こちらの施設ではおよそ1000匹のうなぎをなんと温泉水で養殖しています。石田さんのホテルでも温泉うなぎとして提供する予定。温泉の育ち具合ってどうなんですか？はい、もう最高にいいです。肉質もしっかりしてて、すごく美味しいです。こんなやつがね、半年か1年でこんなになる。はい、一番大きくなる。他にもスッポンが2万5000匹。おお、元気ですね。色がすごくいいでしょうか。はいはいはい。さらに別の水槽では、チョウザメなんですよ。チョウザメだ。結構大きいですね、チョウザメ、はい、なんとチョウザメまで養殖。奥飛騨キャビアと名付け、新たな名産品として販売しています。やっぱりね、温泉っていうのは入るだけではない。ある程度量があれば、こういう温泉養殖すると非常に楽やし便利やし、自分とこの自社で育てたそのスッポンなりチョウザメなりいろんなものを大事なお客さんに美味しく食べていただく、それが第一番ですと。地熱発電所の完成予定は3年後。奥飛騨には日本有数の地熱資源が眠っていると石田さんは期待しています。いずれは日本のサウジアラビアにしたいわけよ。早く出よう、ね、熱いやついっぱい出ようと。そうするとね、奥飛騨の人たちの夢が広がります。なるほど、はい、地熱発電によってよみがえる奥飛騨温泉郷。豊富な地下エネルギーを生かした挑戦は続きます。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANN ニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。